みじちゃんおはよう。あおくんおはよう。ホットケーキ焼けてるよ。僕ホットケーキ大好きだけど、なんだか今日は食欲ないんだよね。少しだけ食べてみて。わかった。いただきます。食べたらなんだかお腹が痛い。メルちゃん、気持ち悪いよ。どうしよう。あ、そうだ。あんくんこれ使って。大丈夫？お腹痛い。横になろうか。なんか寒くなってきた。もしかしてお熱があるのかな？お熱測ってみようか。お熱測ってみよう。なんだかすごくお腹が痛いんだわ。メルちゃん、救急車呼んで。わかった。今呼ぶね。お迎えに来ました。メルちゃんも後で病院に来てね。うん、わかった。病院に行きまーす。私、先生呼んでくるから、コギンちゃんお熱測っておいて。わかった。あおくん、お熱測るね。ピピピ、ピピピ。38度8分、結構あるね。あおくん、喉乾いた？お水飲む？喉乾いた、お水飲む。ちょっと待っててね。あおくん、お水持ってきたよ。ごく。お水飲んだらまたお腹痛くなっちゃった。気持ち悪いよ。あおくん大丈夫？先生まだかな？チョキお姉ちゃん、先生まだ？大丈夫よ、今来るわ。あおくんお待たせ。今診察するからね。お腹の音はあまり良くないね。ちょっとお腹押すよ。いたたたたた。いたたたたた。いたたたたた。あおくん胃腸炎だね。吐き気が強いから注射をしていこうね。注射やだよ。早く治さないと脱水になっちゃうからね。あおくん頑張ろう。じゃあ行くよ。あおくんとっても上手だね。怖かったけどそんなに痛くなかった。これで気持ち悪いのがちょっとずつ治るからね。あとはお家で薬を飲んでね。うん。メルちゃん、今日は冷たいものは食べないように気をつけて。温かくて消化のいいものを食べてみて。気持ちが悪い時は無理して食べなくても大丈夫だけど、水分はしっかりとってね。はい、わかりました。お家に帰ったらこのお薬を1日3回飲んでね。ありがとうございました。あおくん頑張ったね。お家に帰ろう。うん。あおくん薬飲もうね。夜ご飯は消化のいいうどんにするね。それまであおくんは少し眠っていてね。うん、ありがとう。みんなも風邪には気をつけようね。またねー。